どうだろうな。今日の診療で先生に聞いてみる。
から今日も診療なんだ。もう時間だから。それじゃあ。ねえねえ、今度のスキーだけどさ、今年はどっかスケートも遊べるところにしない？スケート？わざわざスキー場にまで行ってスケート？勘弁してやってくれよ、つくば。こいつ今そっちにハマってんだ。なんせ近江ってさ、この前この年になって初めてスケートやったんだ。何よ、スケートしたことなかったのがそんなに不思議？20歳になって初体験ってのは興味そうそういないんじゃないかな。子供の頃はなんとなく怖かったのよ。あの靴なんだか刃物みたいでさ。でもいきなりやって滑れたの？近江ちゃんすごくない？要領はスキーとそう変わるもんじゃないからな。重心を前に出して靴の前のヘリでコントロールする感覚とか。コージにそう言われたもんだからさ、騙されたと思ってやってみたわけよ。そうしたらもう楽しくって。私も見てみたいな、近江ちゃんがスケートやるところ。だからさ、ね、今度のスキー旅行、ついでにスケート旅行にしちゃえば2倍おいしく楽しいってわけよ。でもさ、スケートはスケートリンクに行けばできるじゃない。わざわざスキー場に行ってまでやる？だから屋内じゃなくてさ、屋外スケート、凍った湖とかで滑れるところ。そんな都合のいいとこあるかな？なんだかすっごく混んでそう。なあ、ふみのり、お前はどう思う？どうって。いや、だからさ、今年の冬のスキーだよ。お前も行くよな？わからない。何か他の予定でもあるのか？いや、別に。なあ、別に運動するのが傷に触るとかそういうわけでもないんだろ？どうだろうな。今日の診療で先生に聞いてみる。おい、文則。ああ、だから今日も診療なんだ。もう時間だから。それじゃあ。
やってられないわね。うん、文則にはもう少し時間が必要なんだと思う。だってもう3ヶ月よ。何なのよあれ。付き合ってるこっちが変になりそうよ。俺だってわからない。わかるはずもないと思う。お前だって想像つくか。あんなひどい形で家族全員を奪われて平気でいられるわけないよ。見舞いに行った時なんてもっとひどかったじゃないか。誰が誰かも分からずに怯えて暴れてベッドに縛り付けられて、今はよくあそこまで立ち直ってくれたと思う。それにしたって変よ咲坂君。私たちのこと見る目つき、あれ何なの。まるでこっちが人間じゃないみたい。よせ大見。その後の経過はどうですか、咲坂さん。いいえ、別段これといって問題もなく。吐き気やめまい、幻聴や幻覚といった体験は。いいえ、何も。咲坂さん、あなたが当院で受けた処置は脳神経医学の分野では世界的に最先端の治療でした。そのことはご存知ですよね。最先端であるということは、まだまだデータの出揃っていない危険性の伴う治療法だったという意味でもあります。そうでしょうね。普通こんなことを言って脅かすのは医者として問題なんですが、施術後に重大な脳障害をきたしたケースも報告されているんです。予後の経過には十分に注意しなければなりません。先週の MRI はどうでした。そういえばあなたも医者の卵だったわね。先生が心配しているような脳機能不全は画像診断だけでも十分にわかるはずですよね。いいえ、Thank you.
大丈夫ですよ先生。現に僕は今こうして病院の外でも何不自由なく生活しています。問題なんてないでしょ。ねえ咲坂さん、こういった難しい手術は予後不断が原則なんです。もう少し私たちを信用してもらえませんと。そうですよね。僕だって先生方を信用したい。どんな相談にも乗ってもらえるんですか？ええ、もちろん。じゃあ先週の話の続きなんですが、先生、あれから大貝教授については何か分かりましたか？大貝教授のことは、その、あなたの治療とは何の関係もないでしょう。信頼しろと言った矢先にいきなり隠し事ですか？何分だいぶ前にここを辞められた方ですからね。私個人としても交流があったわけではないし。辞めた理由はご存じない？ええ、おそらく個人的な事情でしょうね。それにしても咲坂さん、なぜあなたはそんなに大貝教授にこだわるんです？教授は今失踪中なんです。知ってましたか？いいえ。近頃教授の身内の人間と懇意にしていましたね。その人から調査を頼まれているんです。大貝教授に縁者の方はおられないはずですが。おお、誰から聞きました？それは噂話に。なるほど。そんなことが噂になる程度には大貝教授は有名人だったわけですね。まあ一風変わった人だったみたいですね。なのに誰も彼が大学を辞めた理由を知らないと。先生、僕はどうしても大貝教授に会わなきゃならないんです。彼がいなくなったせいで行く当てがなくなり困っている子がいるんです。それはむしろ警察の領分なんじゃないかしら。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.